皆さんこんにちは、かっちゃんです。ちくうやということで、今日は混ぜて焼くだけ焼きシリーズということで、ちくわをたっぷり使って混ぜて焼くだけで簡単美味しいちくわ焼きを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。玉ねぎ2分の1個 120g の皮をむいて薄切りします。ちくわ3本は斜めに包丁を入れて大きめに輪切りします。ちくわと玉ねぎを切ったらボウルに入れて、薄力粉大さじ1、青のり粉小さじ2、塩コショウ少々を加え、ボウルを振って食材を混ぜ、薄力粉をまぶします。混ぜ合わせたら卵2個割り入れ、卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。焼いた時にしっかり焼き固まるよう、全体に卵が行き渡るまでしっかりと混ぜてください。材料を合わせたら、フライパンにサラダ油をひいて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら、合わせた材料をフライパンに敷き詰めます。ではフライパンに敷き詰めたら中火で焼いていきます。はい、ではそこに焼き目がついて生地がスルスルと動くようになったら、一度お皿に生地を取り出します。ではフライパンに油が残っている場合は火傷するといけないので、上から回しかけてください。では生地を取り出したら、フライパンをお皿にかぶせて返し戻します。ではお皿に戻したら、少し形崩れているので丸く形を整えて反対も焼いていきます。はい、では反対にも焼き目がついてきたら、最後少しごま油流し入れて表面カリッと焼き上げます。油はごま油の風味すごく合うんですけど、お好みで流し入れて焼き上げてください。はい、ではこんがり焼き目がついたらお皿に盛り付けます。はい、ではとマヨネーズやカツオの削り節などお好みで散らして、めんつゆやお醤油、アチポンなどお好みの調味料をつけて食べてみてください。 OK。 はい、ではこんな感じで混ぜて焼くだけちくわ焼きの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は混ぜて焼くだけちくわをたっぷり使ったちくわ焼きを作ってみました。それでは本日はシゲキックスチューハイで乾杯。乾杯。グレープジュース。じゃあ早速いただきましょう。今回は買いやすく常備しやすいちくわとたっぷりの玉ねぎを入れた混ぜて焼くだけちくわ焼きを作ってみました。じゃあまずね、シンプルにちょっとマヨネーズとカツオの削り節だけでいただきます。じゃあいただきます。うん、おいちくわめっちゃうま。うん、ちくわを大きめの輪切りにして入れることで、しっかりとちくわの存在感が残り、火
火を入れることでふわっとしたちくわの食感が美味しく仕上がります。でちくわにプラスたっぷりの玉ねぎを入れることでこの玉ねぎの甘みが全体に広がりシャキシャキっとした玉ねぎの食感ちくわがよく合って美味しく仕上がります。ほんと食材を混ぜて焼くだけで簡単に作れてちくわもこう冷蔵庫に常備しやすいですしあとは冷蔵庫にあるような玉ねぎや卵で簡単に美味しく作れます。で今回もほんと少ない粉量であとは卵がつなぎになって全体しっかりと焼き固まるので他に使ってる食材もちくわと玉ねぎでヘルシーにかつ体に優しく美味しく作れるレシピです。じゃあちょっとこう味変で万能シャウでいただきます。で味付けは結構ちくわに塩気があるっていうのもあってほんとこうシンプルな塩コショウだけの味付けに、まあ、ちくわのね磯辺焼きとかよくあるんですけど中にたっぷり青のりを入れました。全体にこの青のりの風味がふわっと広がって美味しく食べれます。でもしちょっと味薄く感じたらお醤油とかポン酢とか、まあ、ちくわなので結構和の調味料がよく合います。少し塩振っていただいてもいいですしお醤油をかけたりお好みの調味料をつけて食べてみてください。でもしね今回使った材料で唯一ご家庭になさそうなものっていうと大体青のりくらいだと思うので青のり入れるとアクセントにはなるんですけどなしで自宅にあるような材料で作っても美味しく作れると思います。20センチフライパンで1枚結構ボーンと焼けるんですけどもう一人でペロッと食べる感じですね。なんかこの玉ねぎのシャキッとした感じと甘みとちくわこれめちゃくちゃ合います。もうね4分の1切れくらいしかないんですけどほんと1枚ねペロッと食べれるくらいすごく美味しい味付けになってます。うん、はい、ということで今日は混ぜて焼くだけちくわ焼きを作ってみた動画でした。常備しやすいちくわを使ってあとは材料を混ぜて焼くだけで簡単に美味しく作れて火が通ったふわっとしたちくわにシャキシャキっと甘みの増した玉ねぎがすごく美味しいレシピになってます。ほんと今回も少ない粉量なんですけどしっかり生地がまとまってもう一枚ペロッと食べれちゃうくらいすごく美味しいレシピですので気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、ちくわー。1枚、ペロリだわ。